はい、皆様、明けましておめでとうございます。レイジャー木村でございます。本年も、私、曲をなるべく多く作って、いい曲をなるべく多く作って、皆様にお送りしたいと、そういう抱負は、まあ、みたいなことは言いましたけどもね。あ、まあ、その、グッキーター弾きたいとか言いましたけども、一応今日ですね、初日の出を、ここで、お送りする予定だったんですけど、僕、ここ、しばらく来てなかったんですよ、5年ぐらい。5年ぐらいの間に、ここ初日の出見えなくなってまして、ええ、一応これ、多少光ってるのわかりますかね多少光ってますよね、これ。一応、ここで昔、ちょっと道路の真ん中失礼しまして、ここで昔よく見えたんですよ。はい。よくここで見てたものなんですよ。はい。それがですね、ついに見えなくなりました。なんか建物立ってます。はい。残念ながら、僕自身が一番残念でがっかりしてまして、この人知らなかったんで、地元にもね、このスポット知らなかったんですよ。はい。でももう7時ちょっと前です。現在。はい。時計。はい。7時前です。普通だったらもう見えてます。はい。初日は絶対見えてます。間違いなくこの時間見えてます。はい。残念すぎて、言葉がこれ以上出ません。本当にがっかりです。初日の出を散々見に、東京来てから、毎年見て拝んでました。今回初めてです。晴れてて、初日の出スポットだと思って、見てたところが、思ってたところが、完全に見えなくなってたっていうのはね、今回初ですよ。本当に。地元に何が書いてるかって初ですよ、これ、本当に。ええ。ってことなんで、もう、ここで、初日の出見るときはもう、ここは使えないってことだけはよくわかりました。はい。今年もよろしくお願いします。失礼します。